はい、どうも、辰巳です。今、北海道3日目なんですけども、豊平区っていうところに、北海道の食べログで1位のラーメン屋があるらしいんですね。かなり美味しいらしくて、味噌の駅でいいのかなというところに来て、今からそのラーメンを食べに行きたいと思います。絶対美味しいでしょ。札幌駅付近と違ってだいぶ街並みが変わってきましたね。なんかほんと住宅街っていうか、ほんとこういう感じですね。というわけで来ましたよ。これ駐車場車パンパンじゃん。うわすごい、これはやばい、めっちゃ並んでんじゃん。うまそう。やば、磯の香りがすごいですね。これチャーシューの上に生姜乗ってるんですね。珍しい。あ、麺は中細に縮れ麺ですね。とにかく暑いっすね。ちょっと猫舌の僕はなかなか一気にはすすれないですけども、でもめちゃくちゃ美味しくって、味噌なんですけども、豚骨の味が結構香ってくるんですね。思ったよりももやしが少なめで上品な感じ。味噌ラーメンなんか僕こういうのすごく好きですね。ひとまず、これチャーシューをローリングさせちゃいます。はい、あ、しょうがなくなっちゃった。スープ飲むしかないですね。はい、というわけで食べてきましたけどね、めちゃくちゃ美味しかったですね。味噌ラーメンと聞いてなんか印象としては味噌が結構強いっていうイメージがあったんですけども、そうじゃなくてなんか豚骨も結構強くって、豚骨塩ラーメンの味噌味と言っても過言ではないような気がします。あっさりして美味しい味噌ラーメンでした。北海道へいらっしゃる方はぜひ。いや、東京に帰ってきました。ハイジさん、無事帰ってきましたね。楽しかったですけどね。楽しかったよ、満喫したよ。はい、で今回はちゃんとそれぞれ違う食レポ動画撮ってるから、そうなんです、これ良かったと思う、本当に。これ多分だからお互いその見てる皆さん、ユーザーの方々も楽しめると思うんですよね。ちょっと見えたね。ご期待ください、ご期待ください。皆さん、それでは最後だから遡って見てもらえるから。そっか、ご期待くださいじゃねえよ、最後なんだよこれ。最後の関連動画のところに最初から見るっていうやつ作ったくるんで、そうしましょう、それ見てください。はい、すいません、ありがとうございました。さよなら。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。 Twitter、Facebook もやってるので、皆さんよかったら YouTube の方もチャンネル登録お願いします。